ジャンフロワサール像ジャンフロワサールは中世の年代記作家。フロワサールの年代記は100年戦争前半における重要な歴史資料であり、14世紀におけるイングランド、フランスにおける騎士道文化を記した文化的傑作とも評価されている。フロワサールの生涯はほとんど知られておらず、彼自身の著作における記述から狙えるのみである。フロワサールは エノ王出身で、父は、紋章の絵描きだったとされている。当初は商人になろうとした者の事務官となり、24歳、頃に、エノ王白の娘で、イングランド王エドワード三世の王妃フィリッパに、旧帝史人権歴史記録係として使えた。1361年から1369年まで、フィリッパに使え、その間の覚書も後に、年代記に含められている。 フロアサールは、イングランド、スコットランド、ウェールズ、フランス、フランドル、スペインと各地を旅し、1368年には、ミラノで、エドワード3世の次男クラレンスコーライオネルとミラノの、選手がレア・ソビスコンティの娘ビオランテとの結婚式に出席した。この結婚式には、ペトラルカや、チョーサーも出席している。フィリッパの死後、なパトロンを持ったが、特に、 ブラバント女子をジャンヌの庇護を受けた。1395年にイングランドへ戻ったが、騎士道の終焉を見てひどく失望したと言われる。フロアサールの死亡の場所、都市は明らかではないが、1405年頃、イングランドで亡くなったと考えられている。クレシーの戦い、1346年前4巻から、 なり、1322年から1400年までの百年戦争前半における出来事がフランス語で記述されている。彼が自ら目撃したことや目撃者から直接聞き取った部分もあるが、以前に記述されたジャンルベルの年代記をコピーしている部分もある。重要な資料ではあるが、フロアサールの記述は以下の点に注意する必要がある。 年代記は300万語に及ぶ膨大なものであるが、一部に重複した記述もあり、些細な出来事を繰り返し記述する傾向もある。しかし、戦闘の記述は写実感にあふれており、当時の風習や様子が細かく読み取れるため、社会歴史学者の興味を引いている。100を超える彩色写本が作られており、それぞれの想定者がいろいろな差し絵を入れているが、 最も有名なものが1470年にフランドルの貴族ルイス・デグララズが作らせた写本で112個の当時最も有名な画家による挿絵が付けられている。挿絵には若ヒューディスペンサーの処刑やニコポリスの戦いの後のオスマン帝国軍による捕虜の虐殺等残酷なものも含まれている。ハーバードクラシックスの第35巻に収められる。ありがとうございます。